宮崎県立芸術劇場は宮崎県治験100年記念事業として1993年11月22日に宮崎県総合文化公園内にオープンしました。文化公園はかつて宮崎大学農学部の実習農園だった名残から、とても緑豊かであり、芸術劇場のほかに県立美術館、県立図書館も並び、宮崎県の文化活動の中心となっております。2008年からはネーミングライツ制によりメディキット県民文化センターという愛称になりました。劇場にはアイザック・スタンホール、演劇ホール、イベントホールの3つのホールがあります。また地下には大・中・小合わせて10の練習室があり、合唱や吹奏楽、バレエやバンドの練習で利用されています。アイザック・スタンホールは1818席のシューボックスタイプのクラシック専用ホールです。残響時間は約2秒という豊かな響きを持ち、このホールを中心会場として1996年より宮崎国際音楽祭が開催されています。音楽祭の記念すべき第1回から第6回まで出演していたバイオリンの巨匠アイザック・スタン氏の功績を称え、ホールの名称がアイザック・スタンホールと名付けられました。またこのホールには国産最大級のパイプオルガンがあり、パイプの数は4047本、音の数は66にも上ります。次は演劇ホールです。座席数は1112席。さまざまな舞台装置を吊るすためのバトンが20本あり、講演会のほかに演劇やダンスなど多様な使い方が可能です。また、オーケストラピットを高くしてフロントステージにし、反響板スタイルにすることで残響が 1.6 秒となり、室内楽の演奏会に適した響きを実現します。トンチョウは宮崎県出身の前衛画家 A 級が宮崎の土地や太陽などをイメージして描いたと言われる田園 B の一部を再現しています。ちなみにアイザック・スタンホールと演劇ホールの楽屋は一直線に並んでおり、その廊下の長さは137メートルにもなります。イベントホールは可動式の椅子を最大300席備えた多目的ホールです。講演会や研修会はもちろんのこと、ミニコンサートやピアノ発表会でも利用できます。また真ん中が飛び出したスラストステージや座席を全部収納してフルフラットにすることもできます。